皆さんこんにちはお客様よりお客様の利益を追求する振興産業がドライバーの研修のためにお送りします今回はバックホーのローダーダンプへの積み込み方法について説明していきたいと思います積み込みダンプをローダーするために後ろの交番にピンを差し込み交番の下側が開かないようにします ダンプをローダーして。交番のキャッチを解除し。手で支えながら。ゆっくりと開きます。荷台の前方まで。積み込みができるよう。バック方のアームと。ハイド板を。車体の前方にし。後ろ向きで。積み込みを行います。バック方の車輪が。半分程度登ったら。アームを。地面につき。 アームの力で車体を押し上げながら積み込みます荷台の前方まで進みハイド板を下ろしアームが荷台から出る面積を少なくするため車体を少し回転させます交板を閉鎖しダンプのローダーを元に戻します最後にバック方のエンジンを停止し交板が 閉鎖されていることを確認したら終了ですユニック車セルフ社の運搬回送のご注文お待ちしております会社のホームページは QR コードから電話でのお問い合わせは086-241-0888までお気軽にお問い合わせください同時にドライバー正社員も募集中です新興産業がお送りしました